ありがとうございました。じゃあ、質問をですね、受け付けたいと思います。皆さん Q&A のところからですね、ご質問書き込んでいただければと思います。基本的に時間がある限り全部読んでいこうかなと思います。とりあえず、まだあんまり出てきていないので、私からいくつかご質問いただければと思います。さっきですね、フレームワークといいますか、買う、狙う、大丈夫にするですかね、あったと思うんですけども、これで例えば飲食店のデータを使って、分析してみると、どういうことが言えるかとか、もしヒントがあれば教えてください。そうですね。多分、今、多くの飲食店で、一番、すごくダメージがあるのが、これ、一応東京っていうところに、なりつつ、飲食で、ファミリースファーストフードはまだ全般的に大体上目にいるんですよ。で、一方ダメージが大きいのはこの鍋の料理っていうのはかなりきつい状況っていうふうになっていて、確かに衛生上どうこうっていうのはあるなと。で、まあ一方でじゃあファミリースとファーストフードでなんで調子がいいのかなっていうと、これ、例えば同じ、これで中華が多分ちょっと上にあったんですけど、これ最近業績とか見ると、細かく見ておくとですね、日高屋というチェーン店、王将というチェーン店って実は同じようにチェーンの中華の中でも明暗がめちゃくちゃ分かれてるって話が経済ニュースになってるんです。それどこが違うかっていうと、おそらく仮説としてファミリストファーストフードと王将は該当するけど、日高屋はそこに該当しないっていうのは、もともと、デリバリーだったりとかテイクアウトに結構力を入れていたっていうのがそのあたりっていうところだったんです。で、そういうふうに考えた場合に、鍋料理って一番テイクアウトのもう真逆みたいなところで、もうそれをその場でつくから美味しいものであって、なんかテイクアウトとか、デリバリーとかしたことがない。ただ、一方、逆に考えて、ふるさと納税とかで鍋のキットとか結構皆さん送ってきていたっていう項目がご用意されているので、今もし飲食店で鍋料理やってて、標榜してて、で、あと肉料理も多分低いよって、おそらく焼肉とかだったりすると思うんですけど。で、そういうのがもう調子悪いっていうのは、焼肉だったりとか、あんまりテイクアウトしません、あんまりデリバリーしませんっていうところが、すごく、ダメージを食らっているのか。そういうふうに考えたときに、じゃあ一人鍋のセットとかっていうのを、テイクアウトどうぞっていうような形のお手伝いができると、意外とそこでですね、今までできていなかったところがうまく取れていくのかなとか、そういったこうセットをですね、デリバリーしていきますとか、その自分たちのブランドで、特進販売やっていきますというような形っていうのが、例えばこういった、なんかジャンルによって大きな違いがある。ダメージがあって、でその小さい側の共通点って何なんだろうな、みたいな話になるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ではもうちょっと続けて質問したいと思うんですけども、V リーサスですね、いろんなデータ入っていて、どれも面白いと思っているんですけども、例えば、ちょっとこう、右の方にタブで言うと右の方にあって、一番下の方にですね、この、ある雇用っていうのがですね、なかなか、こう、そこまで見てくれる人が多くないかもしれないなと思うので、あえてここを聞きたいんですけど、この雇用で面白いなと思ったこととかがあれば、示唆があれば教えてください。そうですね。やはり全般的にサービス職っていうのが、すごいこう落ち込んでるっていうのは結構多くの都道府県で共通していて、で、そこって最近も論文とかで確か出てるんですよ。要するに経済格差みたいなそういった文脈とか、ジェンダーとかっていうその文脈で、要するに女性でサービス職で、っていうところの人たちの方が、やはりこの状況で所得が下がりやすいから、そこはちゃんと、行政見とかなきゃいけないんじゃないのみたいな、そういう論文が出たんですけど、それの改善ぶりをめちゃくちゃこうリアルタイムで見れるっていうのはすごくいいことかなって思います。で、見たら確かにそれってもうなんか如実に出ていて、たまたまこの BOS でネイルっていうことは今ちょっとこう回復はしてきてるんですけれども、例えばこの下の方っていうか、宿泊ブライダルなんて、そりゃそうだよねと思いつつ、やはり求人がこうかなり低迷し続けているっていうのが状況がありますし、ナイトワークというところも、5月の時には、すごくガツンと下がるというものもあったり。で、それに比べると、やっぱり専門職って、多少ですね、ものによってっていうところはありつつ、ちょっとこう、やっぱ高め、IT の専門職って、むしろ人が欲しがられていたりとか。で、あとは、語学教育スポーツというところは、ちょっとって、不安定なところが、あるのかもしれません。でも、そうですね。あと、ポジティブなところでいくと、全般すべての専門職ってところでいうと、ダメージもそれほどではなく、少しずつ回復基調にありますみたいな感じで、
まあ、見れていくのかなというところになります。まあ、なので、そういったですね、まあ、サービス職の方、まあ、せっかく需要がこの IT 側に傾いているので、まあ、こういう時に職業訓練とかこううまくできたりすると、まあ、そういった形でですね、まあ、少しずつこうなんか雇用の転換があって、まあ、それがおいおいこうなんかまあ地域の中でも生産性向上みたいな感じにつながっていくのかな、みたいなことは、まあ、これ今見てるのは東京都なんですけど、地域いくつかのところでまあそういった結果を見て取れるかなと思いました。ありがとうございます。ではもうちょっと続けたいと思いますけど、V リサス見て、肌感覚と違うっていうか、こうだろうと思っていたのと全然違う動きしていたみたいなのがあったら、教えてもらえますか？そうですね。さっき言及した、宮崎のナイトワークの動きも、あれ謎ですよね。そんな、ナイトワークの求人がそこまで少ない地域ってわけでも田舎なりにあったと思うんですけど、あれは一体何なんだっていうところは、まあちょっと思いましたかね。で、あとはまあ先ほど紹介したそのスピリッツっていうところも、これニュースの報道で実際宅飲み消費でスピリッツが伸びてるっていう、出たことがあったんですよ。で、我々はもうこれだけいっぱい見てきてるので、いやいや、ビールと焼酎ピクリとも動いてない時でもスピリッツだけすごく動いてたりしたので、これは多分宅飲みだけでそんな飲めるものではないんじゃないかなっていうことが、それは多分そのこう記事を書いた人の直感っていうところが、実はちゃんとデータを見とけば、違うよって確認できたポイントだったかな。ありがとうございます。確かにナイトワークはちょっと解釈が難しいですね。まあ、前年がちっちゃかったのかなっていう気もしますけども。じゃあ最後は私からの質問は最後にしますけども、まあ、リサスとか V リサスに限らずですね、まあ、データの ROI がめちゃくちゃ高いんだってお話があったと思うんですけども、まあ、政策立案っていう文脈の中で ROI っていう言い方が正しいかわかんないですけども、そういう効果の高かったデータの使い方っていうのが、今まで見た中で一番お気に入りの、お気に入りっていうかいいと思ったのがあれば教えてください。そうですね。まあ、よく言われることなんですけど、今まで出てきた、こう、実証研究系で、まあ、これだけ、こう、行政側のパブリックセクターが投資してリターンが大きいっていうのは、やっぱり、こう、全般的には教育っていうのはすごく、響いてくるっていうのは、まあ、いろんなところで実証研究っていうのがあって、まあ、ちゃんと、まあ、教育関係っていうのは、まあ、きっちりデータを取って、いい教育プログラムっていうのは、適切な人に届けさえすれば、まあ、すごい、こう、お買い得なリターンが入ってきますよっていうのは、まあ、いろんなところであったんです。なので、まあ、今 V リーサスどちらかというと、まあ、この状況の経済のところにフォーカスしていますけれども、リーサスの方でもね、まあ、そういった、様々な公的トークを載せてたりするので、まあ、そういった教育政策にもつながるような感じのことができればいいなというのが、おいおいというところでは考えています。なるほど。教育ってコスパいいですよねって私、田舎のおばちゃんに言ったことあるんですけど、はい、そしたら、いやもう出てっちゃうからダメだよって言われて、そうです。そこはね、地域で回収しようとすると、その後の雇用が、おいおい、どっかで必要になってくるんですよ。そうですよね。そうすると、人口的な、まあ、人口減少っていうところで、じゃあ、どういう子が外に出てって、どういう子が外に出ていかないのかっていうことを、高校から大学卒業するよ、大学に入学するような年代、まあ、18歳から19歳っていうところと、まあ、22歳から23歳っていうところで、それぞれちゃんと分析して、あ、こういうこと地域にあれば、環境があれば、この人たちは出ていかないんだとか、逆に帰ってくるんだっていうことがうまく分析できるのと、でもセットすごく効いてくるとします。そこも含めてデータを見ていくべきだっていう、そういうことですね。ありがとうございます。私からの質問はこの辺にしておいて、Q&A いくつかいただいてるので、それを読んでいこうと思います。はい。ちょっと事務的な話ですけど、この資料って共有いただけますかって質問来てるんですけど、可能ですかね。あ、はい。PDF の形でこの後、こちら、宇野様たちに共有しますので。ありがとうございます。はい、ちょっと、後ほどお送りします。はい。はい、で、次が、V リサスのデータは選んだ時期の1年前の数値と比較しているのでしょうかっていうことなんですけど。あ、そこね、めちゃくちゃ、いろいろ議論したところでして、実は。大体、すべてのと言ってもいいぐらい、こう、経済指標って前年同期比なんですよ。なんですが、前年同期比ってなった場合、2021年になって、今そろそろ2020年の2月と比べた場合、めちゃくちゃ上に行ったりとか下に行ったりする可能性もあるし、これはどういうことだっていう、去年と比べればマシっていう話なのかっていうことは。
なので、じゃあこれってメンタルモデルとしてこの VSAS に求めるものみんな何なのかなってことを考えた場合に、それはあくまでそのビフォーコロナと比べた場合に今どうなってるかって話なので、じゃあ2019年の同期比っていうところで、ちゃんとやっていきましょうという、形で、全部2019年の同じ週とか同じ月っていう形で、その一点だけの例外があるのが、消費ですね。こちら、ナウキャスターさんという会社さんは、元々がですね、まあ、こう、経済学の先生が、作られた、こういう考え方大事だよねっていう形で、その、こう、まあ、国の公的統計、公的な経済指標っていうのを民間のデータから当てましょうっていうことが、まあ、ずっとやられてた会社なので、なので、まあ、ちょっと急にこう、そのオペレーション上、前年同期比っていう以外のデータの出し方が、まあ、難しいって、まあ、すごい真面目にやられてる会社で、まあ、ちょっと遅れて、まあ、でも多分3月までには何とかっていう形で、一応2019年、まあ揃えられるようにです、まあ、整理する。もしあれだったら解説コラムのとこクリックできます？あ、そうですね、うん、せっかくなんでご紹介しようと思って、解説これの一番左上ですね。これですね、はい、これですね、こちらですね、この辻永さんというのと名を受けた方で、はい、ここにいろいろ経緯が書いてあるので、ご関心ある方はぜひ読んでいただければと思います。辻中さんが言ってて、なるほどなと思ったのは、政府の統計は全部前年比で出るはずだと。だから政府の統計と VSAS を比較しようと思えば、全部前年比でやった方がいいんじゃないかって言われて、それもあるなみたいな。すごい悩みながら議論しましたね。ありがとうございます。まあ、ここはゆっくり読んでいていただければと思います。はい。じゃあ次行きます。データを見る際に、そのデータの標本や募集団サイズはどこまで意識すべきですか？これも大事な質問ですね。お願いします。サイズも多分意識した方がいいというところで、まあ少なくともデータ取ってきましたときに、ミニマムだいたい数十ぐらいないとさすがに、なんか偏ってるねとか、こういう違いが生まれてるねっていうことを、見ることが難しいっていうのが、まあミニマムなところ。で、それがまあ数百ぐらいあれば、まあまあよかろうというのが、だいたい、まあ、皆様のお仕事の中での一つの現実的なところなのかなという感じになっています。で、逆にその数万とか、まあ、数千万とかだいぶなってきたときに、今度気をつけないといけないのは、数が多ければこれは絶対正確ってわけではなく、どういう偏りがここにあるかなっていうことをちょっと考えなければいけないのかもしれないっていうのが、まあ、そのデータの解釈上の注意というところで、なのでデータの説明とかっていうのも基本的にコラムにいっぱい載せてたりするんですけれども、まあ、そこはですね、どういう出どころで、もうそもそもこういうデータが発生してきてっていうのをちゃんと説明できるようにしましょうということで、まあ、オープンにしている。そうですね、ありがとうございます。我々もここすごい気にしていて、市区町村単位でデータを出してしまうと全然サンプルない自治体があるぞっていうのでですね、二次料券っていう、ちょっと VSAS が地方創生と直接は関係ないんですけども、この区分がいいんじゃないかみたいな西内さんにご提案いただいてですね、じゃあこれでいきましょうみたいな感じで地域まとめていたりします。まあ、それがその辺の工夫しているので、募集団サイズそこまで気にしなくても大丈夫なように作ったつもりであるんですけども、やっぱり田舎の方に行くと、ちょっとね、特に鍋とかね、ちょっとマイナーなジャンルだと、ブレが大きかったりするので、まあ、その辺は気をつけていただくんじゃないかなと。うち父親の出身が高知県のすっごい四万十川のあたりのかなりこう人口が限られているところなので、例えば確か飲食価格帯のやつで今も実装されてますよね。まだしてないです。あ、まして、価格帯いくつ、はい、いくつにするかっていうふうになった時に都会っ子の人たちはですね、みんななんか平気で1万5000円以上とかいうカテゴリーいるんじゃないかとか言うんですけど、いや待って親父の地元に1万5000円行くところあんのかみたいな1万円でも怪しいぞ。あそこ7、8000円ですげえ豪華なルール出てくるぞ、みたいな。いいので、念のため調べて、ジャンルも分けて、寿司屋以外であんのかあるかって調べました。はい。ありがとうございます。じゃあ次行きます。世の中に蔓延するフェイクな情報やファクトチェックをする際、データという観点から注意すべき点はありますか？
そうですね。そこはすごく難しいところなんですが、まずすごく大事なところ、データという以前のところで、コンフリクトオブインタレストっていう概念はすごく研究者の中で大事にされたりします。それを、ちゃんと明確にしてるかしてないかっていうところで、この人がちょっとポジショントークでバイアスかかったことをデータとしても出してるんじゃないかっていうことが、まあ、あるっていう感じですね。で、あとは、なんかそのデータという感じでこういう研究がありますっていうふうになって、それの意地悪い検索方法として、その研究結果に対して、再現性っていう言葉を入れて、ネットで検索かける。で、意外とその再現性が否定されているとか、なんか、この批判的吟味キーワードを見て、それをちゃんと突っ込んでるような人がいるかっていうような、せっかくなので逆サイドの人たちっていないのかなってことを見てみるっていうのはすごく大事っていうポイントになる。で、まあ、あとはもう明らかになんか、フェイク言ってる人たち、もう学者の先生たちも大嫌いぐらいの人がいるんですけど、なので、ツイッターをとかで、自分は結構学者の先生をこっそりフォローしてたりして、で、その人たちがこのニュースに対してめちゃくちゃ激怒、あ、ちょっと俺一旦落ち着こうみたいな、ニュースとして面白くても、なんか、専門家が憤ることはそれなりに理由があるんだな、っていうのは気をつけたり。いろんな面からチェックするっていうのはいいですよね。あと、相関と因果で騙そうとしてくる人もいたり、いろいろ統計の嘘みたいなのはあるんで、その辺は勉強すると面白いかなと思いますね。まあ、ありがとうございます。最近のおかげで、こうなんか、メディアでそういうことも研究に対するこうディスカッションっていうのは結構その SNS とかで、まあ、学者の先生とかちゃんと目に入れてると、わざわざこことここはこうこうこういう研究でとか、わざわざここと相関の区別は、過去のやつでこういうふうに言われててとかってなってくるのが、すごいいい時代になったなというふうに思います。昔だったらその年に一回の学会とかの集まりで、あれってどうすかねみたいな話になったんです。すごく早くなってます。それも SNS のおかげかもしれないですね。なんか、下手なこと言うと炎上するっていう。はい。で、自分はちゃんとSNS ちょっとフォロワー数が多いんで、うっかり再現性のない研究に言及して突っ込まれたら、ちゃんと謝って批判を リツイートして、ごめんなさいをするという、こう、姿勢を大事にしています。はい。じゃあ次行きます。将来、都道府県だけでなく、市区町村のレベルのデータを掲載されるご予定はありますかということなんですけど、これ私から答えた方がいいですかね。はい、お願いします。ですね、まし、とりあえず都道府県より細かいデータのが載っていて、二次料金単位でデータが載っているので、まあ、データによるんですけど、レッティの飲食店のデータとか、はい、そうですね、あと、宿泊のデータかな。あの辺は二次料金単位で載っていて、で、移動のデータは、二次料金単位ではないんですけど、駅のデータを二次料金に1個なるべく作るようにっていう形で載せています。で、市区町村まであるかっていうと、ちょっと今何とも言えないっていうところで、やりたいなとは思っているんですけども、ちょっとデータのサンプル数の制約があって、何とも言えないっていうので、今研究しているところです。はい。ですね。で、ちなみに、二次医療圏、保健政策やったことがない方は、あんまり馴染みがない概念かもしれないんですけど、お住まいの地域の二次医療圏って調べてみると、意外となんか自分の中での地元この辺っていうのが、市区町村をまたいで、こうなんか、こことこことここはなんとなく地元圏があるっていうのが結構うまく整理されていて、例えば同じ県の中でも違う藩だったみたいな、そういう歴史的な経緯のところの境界とかもうまく反映されたりしてて、だから結構、市区町村っていう形じゃないギリギリのラインとしては、皆さん、おーってなるんじゃないかなと思いますので、ぜひ一度ご確認いただければ。もしあれだったら、ちょっと今、トップいけますかね。はい、トップいけます。ちょっと待ってください。私がホストやってもいいんですけど、すいません。トップから、ちょっと下がったところに、はい、掲載されているデータ一覧。ですね。これのエリアっていうところがあって、ここに二次要件で入っても何のことがわからんだろうと思ってエリアって入ってるんですけど、これがですね、ブリーサスで対応している二次要件になります。ですね、二次要件たまに変わったりするので、ちょっとそこには追いつかないと思うんですけど、とりあえずこれを見ていただけると、ブリーサス上でどういう区分でやってるかっていうのをご覧いただけるかなと思います。これのいいところは、市町村が2つに分かれないんですよね。そうですね。という、
なので、市町村のデータと比較がしやすいっていうメリットがあるかなと思ったりしてると、あと東京が、どうぞ。都道府県のなんか大きな市とかだったりすると、もう一個にやっぱり保健所の区分としてはなったりするので、そういった意味では大きなところに関しては、まあ、市町村ごとになってるし、まあ、そこにこう付随するような、まあ、実質この市のなんか近くにあるよねみたいなところはまとめられたりはするんですけど、でちっちゃなところであればあるほど、まあ、こういくつかまとめられて、地域っていうふうになるようなイメージ。東京だとどんな感じですか？そうですね。東京、通勤圏、とか都市雇用圏みたいなんでやろうかみたいな議論もあったんですけど、なんか東京が1個になっちゃって、さすがにちょっとあれだろうってなって、まあ、二次料金がいいんじゃないかっていうような議論をしましたね。はい。はい。じゃあ次に行きます。ミスリードしないためのデータの取り扱い方とは？ああ。いう、うん。ここはね、もう、話できることはいくらでもあるんですけど、一番すごく、行政の立場で大事かなっていうところで言うと、すごいうちの恩師が、まあ、彼もその、自分は生物統計家であると、まあ、医療の統計の専門家であるというすごい誇りを持って、もともと工学部出身なんですけど、医学部の教授になった、ちょっと変わり種の、教授なんですけれども、彼が、当時ですね、臨床試験、まあ、要するにこう、薬の申請っていうところで散々不正がですね、バレてきて、なんかすごい大問題になってきたって時に、あの時にちょっとなんか、一緒に飲んでてポロッと言ってたのが、一番の構造的問題は、統計家の、研究をこうデザインして、こう分析した結果を報告する、その統計家のプロを入れてないところにあると。なぜかというと、医療のプロは統計学で制しても、医者として飯は食えるが、我々統計家は、データでこう不正をしたら、それはもう二度と自分の仕事というのはできないものであると。で、それぐらい、自分の人のプロというのは、絶対そこをやらかしてはいけないという、こう、倫理とか、責任とリスクを負うっていうものを、重要な意識っていうの中にはちゃんと入れておくことで、いや、そんなこと絶対やめてください。絶対やめてください。やるんだったら俺やめますからね、ぐらいのことを、まあ、多分自分でもおそらく言うだろうなっていう感じなんで。なので、なんとなく、まあ、有識者っていうことで、なんとなく統計学も詳しそうな人だろうという先生、まあ、死が見つからなかったとしたら、まあ、すごい残念なことなんですが、そういった、こう、すごく重要なことを聞きましょうというときは、まあ、データとか、その定量こと、統計学、こういった関係のことを、プロフェッショナルにしている人といったチームが、まあ、入っているかどうかということで、そうすると、まあ、変なことに携わると、こう、自分の、評判が下がってしまうので、本気でこれ大丈夫ですか？一番皆さんがやる上で一番簡単です。ありがとうございます。じゃあ次に行きたいと思います。各地方自治体でオープンデータが公開されていますが、例えばどのような活用方法が有効でしょうか、とかなんですけど。そうですね、ちょっと待ってください。すみません、ちょっと今正確に質問文読みます。各都道府県でオープンデータ、あ、すみません、あれ、どなたのやつですか？ちょっと今かな、一番上に今来てるはずです。はい、わかりました。はい、公開され、ですね、まず、オープンデータ全般っていうところで言うと、今、自分、福岡のオープンデータのなんか、ID インダーなんかやったことが去年やったんですけど、あの時にすごく意識して発言したのが、まず一個、すごく大事なポイントって、いかにデータを、定義を揃えるか。例えば公的統計であったとしても、例えば、経産省系の、こう、なんかその企業の、なんかどう、話もあれば、厚生労働の労働系の、その、まあ、こう、働いているその事業所というところっていうの、同じようなことを聞いてても、例えば、従業員数の区切りとかが、実は微妙に違うことに、それぞれの部署の人も知らなかったりするんですね。それをたまたま両方合わせてこのカテゴリーと関係あるかなってことをやろうとうまくいかなかったみたいな話が昔あったんですが、まあ、そこ、そういう、まあ、そのこう集計表とかなんかこう切り方とか定義とか、カテゴリー分けとか、そういう細かい部分っていうのが、理想的には全部統一っていうと、まあ、そこをデータで出すことができなかったとしてもうまく紐づけていくっていうのを、まず統一しなければいけない。例の都市圏とそのデータを定義して揃えましょうみたいな感じで、今少しずつは広げてきたことが、ウィリサスもちょっと残っていて、基本的にいろんな別々のデータソースの情報がないんですけど、それをですね、頑張って揃
揃えましょうというふうにやったのが、VG だったんですが、まあ、大変なところだったんですが、まあ、オープンデータっていうところを意識するときには、なんか独自で勝手にオープンにしちゃえばいいじゃんっていう話じゃない。できるだけ他のオープンデータに対して、できるだけこういうのを確かに揃えていくっていうのが、それ以外というところで、そうですね。まあ、鶏と卵の部分が結構あったりとか、例えば、オープンにしたいけど、これ一体、何に使えるか分かんないから、何出せばいいのか分からないっていうのは多分、まだ。どんなデータあったら嬉しいですかっていうのは、皆さんがどんなデータ持ってるか、そもそもどんな活用の仕方があるのか、どんなデータがあるのか、どういうことで、そこを超えるためにっていうところで、その経緯としてもありますよっていう、カタログみたいなものを整備した方がいいですよというのが一つで、そのカタログがあってもすぐに使い道がパッと思いつく人が作るばかりではないので、じゃあ、あえて、このデータの使い方ってどういうものだろうっていうような、なんかその、プロトタイピングっていうのを、自治体側が進めていくのが、まあ、リーサスとかも結構そういう作品があって、すごく土初期にはいっぱいこういうデータあるんですけど、どうしましょうかというのがあるので、まあそこを少しずつプロトタイプで進めた結果っていうのが、今のリーサスであり、まあ V リーサスであるという感じなので、まあ何かしらこの今持ってるデータの有効性を行くための、プロトタイプをまた別途、データをオープンにする努力とか別にやっていけるというのは、この2点ぐらいが意識していくといいかもしれません。ありがとうございます。じゃあ次に行きます。先ほど V リーサスは政策の検証に使えるという説明がありましたが、他に政策の検証に活用されたような事例はありますでしょうか？そこは俺から答えるよりは、私からにしますかね。やつありますっていう。まあ、例えば、まあ、GoTo キャンペーンでトラベルとか、イートとか、イベントとかやってると思うんですけど、あれがどのタイミングでどうだったかみたいなっていうのと、V リーサスのデータを比べてみると結構面白いことがわかるかなと思うんです。まあ、GoTo イートだったら始まった時期からですね、結構ずっと上り調子で、で、10月の1週目ぐらいがピークだったと思うんですけど、あの頃に予算が切れたんですよね。制度はなくなってないんですけど、ポイントの予算が切れたりして、それで落ちた部分と、あと、ちょっと感染者数が増えてきて、マインドの部分で落ちてきたみたいな時期とかですね。あの辺がどういうふうに影響していたんだろうみたいなのを、地域ごとに見ると、結構面白いことがわかるかなと思います。あとはですね、そうですね、イベントをやった時に、ビアで、売ったっていうことだったんですけども、それがどれぐらい売れたかみたいなのをですね、検証して、まあもちろん自分、地域のイベントなので、ご本人は知っていたんですけども、自治体の、中以外の方ともですね、お話をする際に、こう見やすい形で見れるので、コミュニケーションの役に立ったとか、そういうことは、言われてますね。はい。まあちょっと、まあいろいろあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、重ね合わせてみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。あと、もうすぐですね、コロナの感染者数のデータを載せたいなと思っていて、まあ、そこで重ね合わせたりもできるようになるかなと思ってるんで、感染者数がどういうふうに、V リーサスで載せてるデータとに影響したかっていうところとかを見るとか、そういうことも今後お使いいただけるようになるかなと思っています。ちょっと時間もあれなんで、質問は新しいのはこの辺で終わりについてもらってありがたいです。はい、じゃあ次行きます。V リーサスで得られるデータは、現状分析を行ったときに、結果の判断根拠として高い説得力を持つと思いますが、政策立案をしようと思うと、現在のデータを活かして、今後起きることも予測が必要とになろうかと思います。V リーサスのデータを使って予測、将来の予測をしたい場合、どのように活用すればよろしいでしょうか。
そうですね。そこの部分に関して、ちょっと注意しなければいけないポイントが、こう、なんか、あるかなというのが、まあ、一点ありまして、ですね、この後、おそらく、その感染者数っていうところも、こう、なんか出てきて、そこからですね、感染者数がどれぐらい増えると、どれぐらい人が、なんか移動量が減るのかみたいな、そういうのって、やろうと思えば、そのなんか、機械学習的なモデルっていうところで、なんか作ることができそうだなと思いつつ、ただそこって、こう、機械学習のモデルって多くの場合、こう、なんか、一個仮定しているのが、この現状がデータが得られた状況というのはずっと続くとしている映画のもと、そのモデルってこう解釈されるんですよ。でそこが実は刻々と変わっている部分があって、多分緊急事態宣言、出た、去年の5月の時の、我々のこのショック感、こう、という状況と、今の若干、なんていうんですかね、緊急事態慣れをしている我々の状況っていうところで、そこでこう、なんか影響仕方ってだいぶ変わってきてるんじゃないかな、みたいな、そういうのが、実はあったりすると。っていうことなので、多分ここって、今このしばらくというデータを使って、で今後の予測っていうのはおそらくできないなということなので、あくまでそこが人間が解釈できるような、ところの余地を残しつつということで両方出していますというような感じになっています。なのでそこをですね、今後こういうふうなことが起こるんじゃないですか、こうなったらこうなるんじゃないかっていう話に関しては、今その自分たちの自治体の、地域の状況、そういった状況って、いろんなコンテクストがあると思うんですよ。あの時期こういうことがあったなとか。でそれで、こうなんかそこに関係しそうな項目っていうのを、せっかく重ね合わせて、並べたりとかって見ることができるので、それをまめに見ていくと。で、こうだった時にはこうだった。多分明日はこうなるんじゃないか、来週はこうなるんじゃないかっていう予測に対してどう動くかみたいな、ことのやつを持って、その自分のそのなんかここのデータから、未来をこうなんか想像するような、なんかこうセンスを磨くっていうことがあると、多分何かの事態があった時にこのまま行くとこういうことが起こりますよっていうことが、うまくできますよということなので、人工知能ではなく天然知能をですね、皆さんこのデータソースを使って磨いていただけると、そういったこう将来に対する予測っていうところがうまくできるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。予測載せたいねって話ありましたけどね、ありましたけど、ちょっと政府として予測載せる自信はないですって言って、外れたら責任なかなか取れないし、基本外れるんで予測って、はい、個人的には幅で見て、今までのデータ見たら、こんぐらいからこんぐらいの間で推移するんだろうなっていうのは予測できると思うので、できると思うっていうか、ある程度はできると思うんで、その中で場合分けして、対応策考えておくっていうことが大事なんじゃないかなと、個人的には思っています。はい、じゃあ次行きましょう。V リサスで過去1年前ので、1年以上前のデータの入社できますかってことなんですけど、私から答えちゃいますね。現時点でできないです。で、我々、もらっているデータともらっていないデータ、正直あるんですけども、ちょっとインターフェースの都合上、揃えた方が見やすいだろうということで、今は提供していないっていうふうな整理にしております。はい、じゃあ次行きます。アンケートを取ることがありますが、不特定多数に案内を出して答えるのは任意と、不特定多数に案内を出して答えるのは任意とした時のことです。アンケートを取る側は、そこに問題意識を持っているから取るのですが、答える側も問題意識を持っているから答えている感じがします。そのアンケート結果を有効なものとするための考え方はありますか？どうでしょうか？はい。こちらはですね、アンケートに答えてもらっている側の、答えたい側の人たちの意見こそがすごく重要なパターンと、そこだけやっててもしょうがないから逆サイドちゃんと気をつけなきゃいけないという両方パターンがあって、要するにこうなんかこの問題に対してすごく関心が高い人たちのことをちゃんと解決するっていうのは、やはり政策課題上すごく大事だよねっていう話も考え方もあれば、逆サイドでそうやってこう答えない人こそがすごく大事だっていう状況も両方おそらくあると思います。で、答えない人の方が大事だよっていう状況であれば、もう直接で話をインタビューしてですね、アンケートとかではなく、自分たちが積極的に調べに行くっていうのが多分理想なんじゃないかなという感じですね。はい。ありがとうございます。じゃあ次、統計学を勉強するためにおすすめの本はありますか？これはもう私からお答えしますけど、これじゃないですかね。はい、これは当然として、なんか他にあれば教えてください。この間なんかつぶやいてた気がするんですけど。そうですね。レベルに、今の状況のレベルに応じてってところがあるんですけど、すいません。じゃあ、自分のツイッターの最近の一週間くらい、調べていただければ書いた気がするので、検索してください。すいません。はい。
はい、じゃあ次いきます。少し席を外していたのですが、今画面に映っている市町村エリア区分はどこから見られるのでしょうか。もう一回やっていただいていいですか。はい、すいません。トップページの、データ一覧というところの、そこのエリアというところを検索、見ていただければという感じになっています。はい。どうでしょう。こんな感じで。トップページに、ああ、違う。多分ロゴクリックすると。そうですね。ロゴがありますと。で、ちょっと下あたりに、このサイトについてみたいなところが。ああ、ちょっと、もうちょい上です。いや、右。失礼しました。ちょっと分かりにくいんですよね。検索されているデータ一覧の、この右側ですね。はい。エリアと。はい。はい。はい。では、次いきますけど、統計データを読み取り、効果的なインプリケーションを出すために必要な視点とは、直感と論理の関係を意識してやったことなんですけど。そうですね。やっぱり背景知識っていうところがすごく大事なポイントなのかなというふうに思います。要するに、まあ、データだけ見てて全く知らない状況っていうのと、こう、なんかあんまりうまくいけなくて。で、そうじゃなくてですね、自分自身が知ってる話であれば、この状況、こういうデータが出てくる状況ってどういうことかなっていう話になりますし、あとは最後、自分でもよくわからんってなると、分かってそうな人に、こんな結果あるんですけど、どういうふうに思いますっていうふうに、まあ、エキスパートに対するインタビューっていうのをすごく大事にしてますね。というのが、一応一通りの答えかなというふうに思います。ありがとうございます。今、西内さんのツイッターを見てるんですけど、はい、この世で一番面白い統計学ですね。はい。そうですね。これと、あと、書き込み式統計学入門っていう、この2冊をお勧めされてますね、はい、2日前に。ああ。これですかね。わ、これですね。これと、これを。まあ、感覚的になんか分かりたいっていうことであれば、まあ、前者のこの、この世で一番面白い統計学という、ところになってきますし、まあ、そうじゃなくて、ちょっとこう、なんかちゃんと本格的に学び出したいとなると、まあ、今、高校でも、中高でも結構統計学必須になってカリキュラム増えてるんですけど、まあ、そのぐらいの内容を、まあ、ドリル解きながら、なんとなく大人がちゃんと勉強していきましょうっていうのが、この書き込み式統計学入門ってやつになってます。なので、まあ、この2冊ぐらいっていうのが、まあ、最初のファーストステップとしておすすめかなと思いました。ありがとうございます。実はチャットにも1個質問が来てるんで、やると、同じような質問かもしれませんが、データを集める上で大切にしていることは何でしょうか？そうですね。こう、逆説的な話なんですけど、データを集めるときにはめちゃくちゃインタビューしたりします。つまりそもそもこれどんな項目関係してるんでしょうねっていうことを自分で勝手に決めてこれ取ればいいだろうっていうのは大体うまくいかなくて、特に自分と異質な人であるればあるほど、例えばこれについて大事なことって何ですかねっていうのは、毎回その、聞きたい相手だったりとか、聞きたい相手の周辺をよく分かっていそうな相手に対してめちゃくちゃ聞くっていうのが、まあ、すごく大事で。で、それを最終的にまあ、データで取れるように落とし込んだ状態っていうのができると、その中でまあ、こんな人がいるっていうまあ、多様な部分っていうのをインタビューで意見を確保した後、最後一体何が関係しているのかってことは、その多様なこう仮説の中からうまく見つけていくっていうのが大事なポイントかなと思います。ありがとうございます。では、質問も尽きたというか、もう私が止めたんですけども、はい、質問もなくなりましたので、とりあえず、西内さんの出番はこの辺でということで、ありがとうございました。ありがとうございました。